あ、よし行こう。ボス戦だよな。これね。てか初ボスだよね。ちょっと難しそうなんですよ。ハードモードだし。はい、さてじゃあ行くか。こっち、こっちね。突破するぞ。普通のシャドウと格の違う相手だ。慎重に行け。オッケー。3体まずアナライズして分析してみる。少し時間がかかる。どうするよ。多分トンネル的っていうことは風とか、あとなんだろうな、弓矢とか効くのかな。バリゾーゴン、やけくそ効果、うん、これは効かんだろうな。斬撃、アギ、アギか。待てよ。オルフェウスはアギと突撃だろうか。じゃあこのままでいこう。まずはじゃあアギをやっちまうか。弱点だったりしてね。あら、吸収か。あ、マジで。ワンモア。やばいやばいやばい。あ、見えねえか。女帝ね。ナイス。センキュー。おっと、ガル、タケちゃん、結構。おぉ、そっちがダメか。だったら、ジータが、回復役かな。で、タケちゃんにガルを集中して、食らってくれたらね、ありがたいんだけど。ほう。まず1体倒そう。あ、そこそこか。情けない。よりがまずいぞ。まずい、竹馬が危ない。これやばいな。だいぶ消耗している。注意してくれ。オッケー。カーディニタ使いたかったな。まあ、とりあえずここはタケちゃん回復。で、これで危ない。やっべえじゃん。落ちたぜ。どっち？俺か。まずいぞ、体力だ。よしよし。とりあえずイオリンが攻撃を仕掛けてくれるとありがたいんだよな。これやべえな。よしよし。落ちたぜ。オッケー。通過さ、おいよー、マジで。やばいな。攻撃はできん。タケちゃんの方にガルが2回行くところを狙う。お、運だな、こりゃ。メイクロ食べた。お、そんなのあるの。お、ウィーク。マジか。よしよしよし。おお、やるじゃん。あ、てか、主人公あれか。みんなで攻撃したらいい。貫通だな。お、やっばいわ。おお、はい、しっかりしろ。あ、やっぱジータが死ぬと終わりと。
初めてのゲームオーバーだっす。よし、じゃあ再戦だ。戦闘方法というか作戦はまああれですよ、エクイップグラディウスを、これ見えんのか、これ斬撃なんだよね。で、弓矢に変えると。これだけで多分いけるはずだ。じゃあ早速行くか。で、あとは運だな。タケちゃんの方に、ガルが集中していく。で、ジーターが先制攻撃の時に、ウェイクを3回取れれば結構いけるはずなんだよ。うん。で、アギは狙っちゃいかん。狙っちゃいかんね。あの、一旦目が痛いな。よし、来い。普通のシャドウでは格の違う相手だ。まずは、アナライズして。了解。分析してみる。少し時間がかかる。よし。もう一丁。これ命中率低いんだよな、ね、若干だけど。オッケー、今だ、来たぜ。ほら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 、いいんじゃないの、いいね。オッケー、はい、ここ大丈夫だ。落ちたぜ。よし、だいぶこれか。これ狙えば大丈夫なんだよな。敵の体勢が崩れた。まだいけるぞ。さあ、右手で攻撃だ。余裕か。弱点にズバリだ。敵が体勢を崩したぞ。総攻撃チャンス。よし。全然使うんじゃなくて武器でやるから。ご苦労だった。次も頼むぞ。ラジャー。ガスケツっすだよね。イオリン疲れてきたな。引き際じゃないか。女帝の仮面、女帝の仮面ってあれか。あ、氷結の仮面ね。ペルソナ1のやつは氷結だったっけ、ちょっと忘れたな。この先敵いてそう、いないかな。宝玉林 HP 完全回復かな。地下は、あ、戻るだけか。じゃちょっと今回一旦戻りますか。みんなクタクタだしね。ちょっとレベル上げたいんだけどな。オッケー。そうっすね。じゃあ今回はここで終わろう。保存しておこう。で、4月30日でしょ。今のうちにね、あれやっといた方がいいなと思って。依頼。これ忘れそうなんでね。松ヤニの粉。確かね、5月の4日ぐらいに。ああ、そうなの。そうなのか。テベル最上か、これ。あら、キャンセルできないのか。そうか。じゃあこれ6階から15階に出る。じゃあ次回だな。
これを早めに5月の1日の間にやって、でもいけるかな。はい、引き上げます。イオリン全風調だもんね。1日でしょ。だから今日タルタラス行かないと、まあ今日から5月なんで早いとは思わない。まあそこそこかな。確かにほんといろいろあったしね。で言えばさ、無記録症の、事件全然減らないね。シャドウと戦えるの私たちだけだから、この前みたいにさ、何かあった時のためにもっと力つけないとね。私は自分のペルサの力をもっと強くしないと。いつも守られてるわけにはいかないから。いや結構役に立ちましたよ。うん、この前のディアとかね、あれなかったら死んでた。2回目。そういや知ってた？真田さん今日検査入院でさ、さっき連絡あって病院に届け物頼まれちゃったんだよね。んー、俺って結構頼られてる？それ何なの、届け物って。帰宅部なら暇だろうって頼んだんでしょ。きついな。そんなことねえだろ。冗談だって。で、何を持ってこいって。隣の E 組のクラス名簿だってさ。名簿？どうすんだろそんなの。っていうか今日たまたま部活休みだし、つけようかなそれ。あなたも行くでしょ。行こう。行く。決まりね。え？何よ、別に困んないでしょ。俺が頼まれたのにな。別にいいじゃん。そうか、イオリン部活入ってないのか。なんか野球部とか入ってないのにな。野球部を持ってんだし。ここって真田さんの病室。誰誰、不愛想な。じゃなかったりします。お前たちどうして大勢で。チース真田さん、お見舞いに来ました。でもなんか平気そうですね。ただの検査入院と言ったろう。もういいか。ああ、参考になった。いちいちてめえの遊びに付き合ってられるか。友達かな。誰っすか今の。一応同じ学園の生徒だ。あ、そうなの。先月から増え出した謎の無記録症、お前たちも知ってるだろ。あいつたまたま患者の何人かを知ってたな。話が聞きたくて呼んだ。それより順平、頼んでたものは。ふふ、持ってきたっす。決まってたな。あ、じゃあそんな動かしたら平気だ。このくらいあまり長いと部活にも響くだろ。取り戻す時間が惜しい。おお、さすがボクシング部のエース。四角いリングが俺を待ってるぜってわけっすか。意味がわからん。そういえば先輩ってなんでボクシングを始めた理由か。そうだな、別にボクシング自体に思い出はない。素手の格闘技なら何でもよかった。あ、強くなりてやってやつか。昔自分の無力さを思い知ったことがあってな。だよな、そういう理由だと思う。もうああいう後悔はしたくないんだ。それに自分がどこまで強くなれるのか興味もあるしな。まあ言ってみれば
自分対自分の終わらないゲームみたいなものだ。なるほど、ゲームっすか。俺も今ゲームやってます。好きっすよ、俺もゲーム。あんたのはテレビゲームでしょ。ああ、でも格ゲーもやるよ。ちゃうちゃう、それとは。やっぱ一人一人ね、なんか持ってますね、暗い過去。おかえり。ただいま。そうなんですよ、今日ね、ちょっと言っとこうかな。絶不調なのは分かってるんですけど、イオリンがダメなだけだもんな。これでこっち好調になればありがたいんだけど、ダメかな。いつも通りか。そうそう、エクイップ変えとかんとね。大丈夫です。まあ、ジータの調子は大丈夫と。だからイオリンだよな。まあ基本そういう風にする予定ですよ。タケちゃんは？てかまだ仲間増えないんだよね。友達って言ったらいいのかな。沢田先輩の病室にいた人、先輩の友達なのかな。多分ね、同学年って言ってたし。あまり詮索するな。それもそうだよね。事情なんて人それぞれだしな。だしなって男のような喋り方した。テレビチェック。今年のゴールデンウィークのご予定は？連休モードもあったんだから。街の模様をお伝えしました。続いてはニューススタジオにお返しします。さて、じゃあ行くか。ちょっと調子ね、多分悪いんだろうな。あ、いないか。じゃあ行くか、タルトロス。一応なんたら虫っていうやつ、あいつを倒して、倒すだけでいけんのかな。6階からですよね。じゃあ行くか。倒して、一つ。クエストを終わらせて。で、新しいクエストをやると。5階だから、あ、ここ取ったか。ここ取ったな。よし、じゃあ行くか。待て。フロアをうろつくシャドウの雰囲気が若干変化したようだ。慎重に進んでくれ。 OK。いないいない、まあ、そんなにでも強くなってんのかな。まあ、とりあえず見てみよう。当たったけど、お、なに、お、なんか強そう。おい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 、めっちゃ暗いじゃん。あ、こいつか、こいつか。どうやったらいいの。了解、分析してみる。少し時間がかかるし。アギだったりしてない。くらい。あ、違うか。おお、食らうな。ごめん、ちょっと無理みたい。食べてもいい？マジっすか。はい。あなたも無理しないでね。オッケー。竹場の離脱を確認。危なかったね。弱点は疾風。風か。ガルケに弱いということ。ちょっと待って、もう一回見よう。風属性の弱点を狙っていけ。25%、25与えたんで。
斬撃の方がいいかな。クラークのやけくそ、やけくそ怖いな。ちょっとやっちまうんだ、これで。あら、29。カエルショックか。タケちゃん一発か。よしよし。よし。67。回復だな。攻撃はイオリンに任せて。こいつをなんとカバーすれば。よし、あと一発。なぬー、マジっすか。ちょっと強いへん、強いで。あいつ強い。